マリスティックバーズオーシャンバトルさん。おお、あ、それはどうぞ。おっ、やばった。メイザカマンベール走らなくていい。バリスティックバーズオーシャンバトルさん。僕たちがどこにいるかと言いますと、神奈川県逗子市、逗子海岸ウォーターパークでございます。ここは逗子市、大きなね、水上アスレチックでいろいろ遊ぶことができるということで、はい、今回は水上アスレチックということで、はい、メンバーの中でこう水上アスレチックというものでやったことあるって人います？はい、ああいうなんかさ、だからガキの頃の記憶だよ。ガキの頃の記憶しかね。あ、そうそう、俺らさ小さい頃あんなあった？なかったなかった。いや、ガキの頃あったから。あっ、ガキって言いたいだけ。あれ、行こうぜ。おい、みんな海来ておらついて恥ずかしいね。恥ずかしいね。ということでね、オーシャンバトルツアーと題して、様々な競技で海の男おナンバーワンを決めたいと思います。よっしゃ、俺だろ。じゃあ早速あちらの方移動しましょう。いけいくぜ。いけ。わあ、浅い浅い、まだ浅い。いや、取ったな。本当は当たったね。バトルはこちらとなっております。丸太棒手押し相撲。絶対むずいよ。むずそうやな。不安定な丸太棒の上で1対1の手押し相撲を行っていただきます。あれだ、はい、だってさ、もうここ立ってるだけで結構今俺らもふらついちゃうレベルだよ。多分お互いそこに行くまでに落ちそう。あるね、それもあるね。確かに、まあ、それも込みということで、はい、ということで今回トーナメント方式で行いたいと思うんですけれども、トーナメント表こちらでございます。ででん、どうなってるか。こうなっております。まあ年齢順というかね。なるほどね。大体そんな感じになっております。はい、では最初初戦やっていきたいと思います。いや、まず最初はまさひろ VS リキー。待ってやるぜ。お二人自身の方ではいかがですか、まさひろ。どう？あいつなんか違うよ。あれ技の練習だよ、きっと。技か。当たり前だろ。今ちょっと転びましたけれども、どうですか、まさひろ。これね、ちょっとやっぱやったことないんで、未知の世界すぎて。弱音吐くな。まあ余裕っす。いけいけいけ。そんな力どうでしょう。まさひろのファンの皆さん、すいません、顔汚しちゃいます。いいね、いいね。スタートしますよ。たどり着けるかな、あいつら。丸太棒手押し相撲、よーい、スタート。いけ。なんか揺れてきたな。一回さ、あそこに座ってからスタートしてもいい。まあね、たどり着くまでね。うん、それはおのおの。おいおい、リキいいぞ。これなんか逆に行った方が落ちるみたいなありそうだからね、怖いよね。怖いよ。嘘でしょ。ちょっと待ってよ、危ない。おい、一回座ったら確かに。おお、あ、ちょっと座った。おい、立とう立とう、立て、行け。ちょっと待てよ、せーので立つか。危ない。これちょっと辛いよ。これ大丈夫かこれ。これしよう、せーの、起きた。うわ。
来た。うわー戦ってないよ。よしよしてない。おきた。うわー戦ってないよ。よしよしてない。おきた。うわー戦ってないよ。よしよしてない。でも勝者は勝利だね。勝者はまさきだ。おい新打ち合い2000になって一発目から。よっしゃー。いやー壮絶なバトルでしたね、カヤマさん。壮絶な。ほぼかなり接戦でしたね。接戦だった。触れ合ってないからね。いやいやいや、そんなことないですよ。いや、接戦でしたよ。接戦でしたよ。熱い戦いだったね。熱い戦いだった。あおわっ助けろ。やりたかったよ、それを。なんでお前が落ちてんねん。よしよし助けて、よし助けて。うわぁやばい、あいつメガネ。あぁメガネ、メガネは。メガネ。あぁやばい、もう始まるから。マジやばい。ちょ、マジやばい。これこれ。